調整後はルーク JP は、あ、そうだ、JP にはルークでいいじゃん。ジャンプ台キックとジャンプ台板だけで勝てるんだもん。あ、ルークで来るわ、これ飛んでるやん、2択だもん。これやばいかも。ガン決まりメタルハンマーとかあって、ジャンプ台板やるじゃないですか。 JP 下台板で対空するんですけど、あのジャンプ台板勝つんですよ。でコンボに行けるんですよ。種類を結構試してて、でめちゃめちゃ早めにジャンプ台板すると、あの下台板すると、下台板タッグするとジャンプ台板に相打ち取るんですよ。頑張って相打ち取るんですよ。ガン決まりメダルハンバーってやつ相打ちできるんですけど、そこでルークが高めジャンプ台板じゃなくて遅らせジャンプ台系ってやるんですよ。そうするとジャンプ、あの下台板が空振って、対空の空振ってそこにジャンプ台キック刺さるって、でまたコンボいけるんですよ。どう考えてもルーク有利なんですよ。高めジャンプ台板には空投げ、うん、空投げはね間に合わないかもしれないし、ちょっと相性悪いよね。腹触ってんの。目の前に、あ、来た。握手、これは握手なのか。おい、ダチョウ倶楽部、上島と、あ、今チューチューチューした、メラ上島竜兵と、上島竜兵と今出川だ、今なんかチューしようとしたね。びっくりした俺、メナー、おいチューしよう。かける腹触ってメナがチューっつって、危なかったな。危ねえ、おい喧嘩すんのかなと思って。ストリートが3ですね。3ですね。でもメナはこうやって盛り上げてくれるから。準備は OK。 さあ始まる。さあ来た。さあかける応援するぞ。あ、ブランカだ、ブランカだ。メナいいやつ。決勝でこんな寒いジャンプ台板で終わらせてねえやろ。確かに多分それだけで本当に終わるから、多分本当それだけで終わると思う。いや、ブランカでもこれ負けそうだったらルックになるんだろう。ごめんな、かけるっつって。いや、これジェビ、まあ、ブランカならあるぞ。いや、これスライディング打ってくんだよ、お前2003、おい MR2200 以上はスライディング禁止。見たから、見たからだ、ぶっ放しの。見たから、見たから言ってください。ぶっ放しやめてください。信用してるからこっち、打ってこないって、荒らさないで。ガードしてる。はい、おいしい。これでかい、いったリーサル。えやばい、ぶっ放しやめて。うわー、マジでさー、こんなにうまい。1700、1800台が打ってくるのはまあいい、許すわ。 お前らそれしかできないからと思ってるから。2200以上打つな、お前らうめえんだから。打つな、スライディングを。見てから打て。精神力がすごい重要になるかなと。サイレルロールから、うめんだから打たなくていいだろ、お前ら。やばい、もう柔道始まってる。お前こっちアムレジャーあんだぞ、てめえ。あー、レベル2パリ伸ばして、うわすー、あーでもパリして、うわー来るねー、パリ来ちゃった。めっちゃ削られる、これめっちゃゲージも増えてんじゃない、これきつい。削られて終わりね、これ。平等、平等です。むっちゃゲージ舐められたんじゃないこれ。あのちょっとだけだったね。いや全然いける、全然いける。こっちも当たっちゃう。うわうまいな、下がらしくねえな。あれ投げあんだけ見たからな、怖いよな。下がろうとした時の中足だったね、中盤から有利から。うあ、ラッシュ出てかった。いいよ、ゲージある。うわラッシュ投げ、距離を詰めての股投げ。ジャスパー、後ろ投げじゃない、レベル2なんだ。で、もうインパクトか、ね、1ゲージにするか、なるほど、そういうことね。1ゲージにして、もうラッシュもできない、ラッシュ1回しか出せない。で削るね、なんなら。いやー、削りたかった、レベル2来るぞ、これ、大パン。あー、シャライパンから、レベル2、いやだー、いやだ、ブラッカちゃん、ブラッカちゃん、うわー、しっかりコンボねじ込んでくる。かける緊張してないか。いや緊張してないと思う、普通にやってるよ。あれなんす、ま、勝ち上げいけるんだ、ガードしても確定じゃないんだ、あれ。すぐに、うわっ最強ジャスパー。投げじゃないんだね、届かないか。いやーサップを、いやこれ強い、頑張れかける。あいアムネジャーなめんな、いい加減テレビこんにやるお前、知ってんのかお前、 JP だぞお前。うますぎる、これワンじゃレベル 1? やばい、あぶねえ。あー高めジャンプ台パンだったぞ今。やるなメナ、今飛んで空投げすると分かってたぞ。
ここもアマゾンリバラン下から下がやばい。もうやめろお前、2300以上あんだろ、2400とか。お前やめろスライディング、うまいんだから。リバランも使いつつ、ガードされたらどうすんだよ。パニッシュカウンター、つまりやばいやばいやばい、柔道がきつい。あーレベル2、いやーこれいっちゃったね。強すぎるぞこいつ、強すぎるぞ。メナもしかしてダイヤか、こいつダイヤ体じゃね、このスライディングの多さは。かける勘違いするんだ、それダイヤだわ。しゃがみがしゃ勝てるぞ、しゃがみがしゃ勝てるわ。いや目が強すぎるこれ。ここからまずは三連勝が必要。勝利を決ます三試合選手、目が勝てばそのまま優勝。いいよ確定、確定じゃなかったね。うまい、いいよ、はい、ナイスボディ。もう中足当てるしかねえな、歩いてって。うまい、ナイスバリー。ここもラッシュで横に押して。ユリ回回確定、はい。うん、ちゃんとコンボ入れていいよ。もうだからお前もダイヤダイ。ラッシュを見ながらのナイスジャスパ。さまさか単発をしっかり。いいよ、はい、コンボ画面端来るぞこいつ、ダイヤダイだから。うわ、それそれもあんだよ、それもあんだよ。あ、サポで入れ替えるんだよな、そうなんだ、それ強いな。しかも入れ替わって、入れ替わんのが強えよこれ。はい、かけるもダイヤダイ。うわ、なんだラッシュタイヤさんとこいつマジむちゃくちゃやってくんな、こいつ何なんだおい。いやレベル2、毎回レベル2溜まってるんだけど、試合が長いから。あ削りで、あバウンドだこれは、バウンド。ジャスパー無理ー。あーこれは強い、どう考えても強い。どうするかける、頑張れかける。うわあ噛み合っちゃったラッシュ、ダッシュ見てる中パス。かけるがこれまでと流れ変えるために前に出たところに。うわあそれを。バウンドも若干見えるが。はい。しっかり。コンボいいよ。レベル3レベル2か、いかない。ゲージ貯めるか。おこいつゲージ増やすんだよメナ、うますぎるだてめえ。いいよマジです、よくわかった。手前落ち。使わない。いや辛い道選んでる。うわーでもそうするとレベルに来るこれ。あーレベルに来るね。どうする。あー。おお中だ。おおカードしてる、すげえ。でも頑張れ。もうレベル3ぶっ放せ。あーこれ。あ大丈夫マジだ。インパクト無理。あー。強すぎる。強すぎる。強すぎるメナ。本当に強いな。これ勝つのしんどいぜやっぱメナは。メナ勝ちました、おめでとう。強すぎるな。これはやべえな。それでは優勝しましたメナ RD 選手にお気持ちを伺います。お気持ち、We would like to have a word from our champion メナ RD。 I don't know how well it will be translated, hopefully really well. I know this is the birthplace of Street Fighter and the birthplace of fighting gamesI may have born in the Dominican Republic, but Japan is also the birthplace of Men RD. Why? Because Men RD is pure Street Fighter. This is all I am. Thank you so much for all of your support. And all I have to say is, arigatou gozaimasu.何言ったの？私はこの日本がストリートファイターが生まれた場所、うん、そして格闘ゲームが生まれた場所というふうに知っております、うん、そして私はドミニカ共和国に生まれましたが、このメナ RD は日本で生まれたと思っております。その心はメナ RD はストリートファイターそのものだからです。本当に心から一言ありがとうございます。こいついいやつ、メナめっちゃいいやつ
改めまして EVO Japan 2024 presented by Roto。 めっちゃいいやつ。好き。 Tekken 6 優勝はメナ RD 選手です。おめでとうございます。 Congratulations to our Tekken 6 champion メナ RD。 強えなこいつ、バカ野郎お前。相当いいぞ。鉄拳って言った？ということでご覧いただきました通り、鉄拳6って言った？2024プレゼンテッド。え、マジで？ロート、ストリートファイター6優勝はメナ RD 選手となりました。なんで鉄拳6？、まあはい、もしかしてあの人、あの日本語と英語上手い人？インタビューはまあいつもいいことじゃないですか。毎回ね、いいこと言ってますね。間違えてたな。鉄拳がスト6か分からなかったんだ。確かに、まあ、メナって、うん、いろんなキャッチフレーズがあるけど。頑張っとるで、ま、忙しいで、しゃあねえよ、はい、許したれ。